fix up that hair, and let's hit the road. Let's see what we're gonna find out there. Get my helmet on and feel good out here.We're hitting the road, coming up around the corner, and there we see the ocean. It's so wonderful to drive by the waterside, isn't it? The ocean on my left, and the mountains and everything else on my right. This is the way to ride.朝の日差しって気持ちいいな。 Just like Marshall says, the morning light is really wonderful out here. こんにちは、シンガーソングライダー森本健太です。今日僕が来ているのは東京モーターサイクルショー2016です。オートバイにまつわるたくさんのものが見られるということで今からテンションが上がっております。そして、このイベント一緒に回ってくれる素敵なゲストが来てくださっております。南明奈さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。南明奈、タレント、モデル、女優とマルチに活躍する26歳。16歳から始めたレーシングカートの腕前はプロ並みなんだよ。オートバイ好きだということで。そうですね、オートバイ、ね、その乗り物は好きですね。そうなんですか。はい。なんか南さんって硬いので、はい、アッキーナと呼んでもよろしいですか。ぜひぜひ。ちなみに私はなんてお呼びしたらいいですか。照れる。え、なんで照れるとこですか今。だってアッキーナだぜ。アッキーナだぜ。じゃあケンタ君って呼んでください。ケンタさんでいいですか。いいです。はい。世界のオートバイメーカーが一堂に集結する東京モーターサイクルショー、日本最大のオートバイイベントから最新情報をお届けします。いやー、なんかそそられるものがいっぱいありますね。なんかいい匂いしますよね。いい匂いがします。なんかね、まあ、まずは食べてからですよね。あ、まず食べるんですか。いや、やっぱ腹ごしらえからでしょ。来たのに。いや、来たけども中じゃなく、また外。いや、腹が減っては戦できるんですよ。まあ、そうですね。本当ですよ、もう。オートバイの楽しみの一つといえばツーリング先で食べられるご当地グルメ。 Looks pretty tasty to me. ということで、ケンタとアッキーナ、まずは腹ごしらえ。ホルモン、気仙沼ホルモンいいですね。あ、牛タンだって。牛タンめっちゃ好きよ。うわ、牛タンだ。あ、私ちょっとこれは確定かな。確定。うわ、え、待って、串でもいいかな。食べたいもん食べたらいいんですよ。こんにちは。こんにちは。厚切り牛タン串の塩ください。これじゃあ味噌にしよっかな。味噌って珍しいですね。わお、仙台名物牛タンの串刺し、 Looks delicious。 広島でレギュラー3本、ロケには自信を持っているケンタから提案が。アキナ、ちょっとはい、食レポ対決です。食レポ対決。はい、はい、自信ないんだよな。ちょっとそれちょっと2人とも種類が違いますから。そうですね、はい、いただきます。うわ、見てこれ、めちゃめちゃ味噌かかってるよ。食レポには自信があるケンタ、さあどんな感想を聞かせてくれるかな。おいしい。それだけ。よし、じゃあ私もいただきます。続いて芸歴12年のアッキーナ、しっ
かり頼むぞ。うまい。もうそれしか出えへんてよ。ほんま先行きが怪しい食レポ対決、さあお次は音サウンド、ジューって、ジューイヨル、うわー美味しそう、やっと重いですね。こちらはだし粉の香りが食欲をそそる静岡の富士宮焼きそば、はい、しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきましょう。美味しそう。わお、割りましょうか。ありがとうございます。はいはい、いただきます。おいしそう。いただきます。さあ健太、挽回できるか。うまみがすごい。そんだけ。続いてアッキーナは、うまい。これはダメだよ。うまいもんうまいしか言われよ。どれが一番伝わる。次回はもっと期待してるけどね、うん、腹ごしらえを済ました2人はいざ展示会場へ。アキラすごいね。すごい人ですね、決まってますね。これでも分かります、オーリッツとか。んオーリッツ、オーリッツ野球チーム。え、ちゃう。あれなんかいなきゃオーリッツって。ちゃうよ、なんかありそうやけど。あれあのサスペンション、タイヤのバネ、ショック吸収する、ほう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 、作ってる会社。なるほど。人がだんだん増えてきましたね。すごいですね、やっぱり。まずは会場内でひときわ目立つオレンジのブース KTM へ。世界一過酷と言われるダカールラリーで15連覇を達成したオーストリアメーカー。アクティブなイメージがある。どこでも行けそうだよね。あ、確かにそうですね。アキの足届かないんじゃない。届かなそうですね、これは、ね、うん、こんなになっちゃうね。だって今ヒール履いてこれだから、うん、ね。ほらでもこれで高いところ、背が高いからなんかこうジャンプするのとか見たことない。あります、あります、ね、でこのままレースに出ちゃうんだって。今どれが来てんだろう。答えてくれるのはイメージカラーのネクタイを締めた野口社長。ちょっと最新のものを教えてほしいなと思います。一番新しいのはこのランジオにある1290スーパーデューク GT というのを覚えています。これもかっこいいですね。これなんか旅に出れますよね。え、僕らのスポーツツーリングですから、はい、スポーツバイクなのにツーリング、うん、どこにでも行けるけれども行った先でも楽しく遊べる。なるほど。お道具の良さを失わないための快適性だけじゃなくて、はい、移動日ごとの道具だったら、はい、車でいいじゃないですか。あ、そっかそっか、ね、ただまっすぐ行くんじゃなくて途中に峠道があったら、はい、そこに寄り道してみたい。それがバイク乗りの気持ちだと思う、はい、そういうオートバイを用意しました。なんか語れますね。さらにこちらも KTM 1290 Super Duke R Special Edition。 これ目引きますね。目立つ、目立つね、かっこいい。これ行きましょう。またがっていいですか。はい。ケンタ、しっかり頼むぜ。さあ、次は。お、あれは、あ、これは知ってるぞ俺。サインハウスさんって言って、はい、ビーコムっていう無線があるの。音楽
楽も聴けるし電話も取れるしすごく便利なものだ。音楽聴けるんだ、うん、いやもうね僕ねこれ使い出してこれなしでオートバイに乗るのは不安なぐらい、そんなにすごいもう欠かせないものなんで、ちょっとねまた新しいのが出てるんですよね。で最新機種のちょっと教えてください。 SB5X、 はい、めちゃめちゃかっこいい。何が変わったんですか。ですね 4X までは通話と音楽とかナビの音両方同時にできなかったんですね。 5X は、聞きながら話ができる。音楽かけたまんま会話ができるんですか。はい、これ欲しい、ねね、いっぱい言うたらくれるかもしれない。いいなかっこいいな。キラが欲しい言ってますね。素敵だな。ちゃんと買いに来ます、ね、人がだんだん増えてきました。ね、すごいですねやっぱり。全中でこの人気ですからね、これまたどんどん増える、結構ヘルメットとかこだわったりするんですか。そうですね、いろいろ、うん、結構やっぱ見た目大事じゃないですか。大事大事、ね、次はオートバイファンの聖地といえるあのブースへ。なんだろう。お、これ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 。圏央道と東海道の開通により都心からのアクセスがわずか2時間となったツインリンクモテギ。国内最速の男を決める MFJ スーパーバイクが5月に開催。さらに世界最速の男を決める MotoGP も開催される。このレースについて詳しくお聞かせ願いたいんですが、はい、はい、もう世界最高峰の二輪のレースなんですけども、はい、最高時速がですね300キロを超える。300、はい、新幹線よ。そうなんです、本当に新幹線よりも速い速度が出るので、はい、もう一瞬でこう取り過ぎてしまうぐらいの迫力満点のレースなんですよ。そんな感じです。アキナこれさ、男の戦いって感じがするでしょ。そうですね。でも最近は女性ライダーの会員もあるの。そうなんですか、うん、そうなんですよ。ツインリンクモテギで新たにその女性のライダーがもっともっと盛り上がってほしいということで、うん、女性のライダー限定のモトガールズリビカという会員がスタートしまして、ツインリンクモテギに来た時平日入場料、うん、駐車料無料だったり、うん、スイーツが無料でいただけたり、うん、乗り物が割引になったりと、うん、知識とかもどんどん増えていって、みんなでね情報共有をしながら楽しめる。新しい仲間、新しい輪ができそうですね。Well, here's Tracy Chapman, New Beginning, just like for us, a brand new beginning. Ah, 幸せ。It's so great to get out on the road and away from the big cities, huh? I'm looking at the ocean and looking at the mountains right in front of me. I'm heading that way. ここからはゲストの南明奈さんにいろんなお話を聞いていきたいと思います。まずはですね、うん、愛車をお聞かせいただきたいなと思います、はい、うん、まず車、はいはい、車は今は自分の車としては3台目なんですけど、はいはい、レンジローバーのイボーグに今乗ってます。渋いのに乗ってますね。すごい、もう見た目がもうドタイプ、何でもなんですけど可愛いものよりかっこいいものが好きなんで、お、色は絶対黒っていうのはこだわり、お、そこは渋いな、そこも渋いな。オートバイも、はい、あの、はい、トライクですね。トライク、はい、トライクにあのマジェスティの三輪、はい、
三輪で。はい、そうなんです。乗ってます。普通免許で OK なので。え、そうなん。そうなんです。だから私二輪の免許持ってないんですよ。本当は欲しいんですけどね、はいはいはい、なかなか取りに行けなくて持ってなくて。え、普通免許、車の免許でトライクって乗れるんだ、うん、そうなんです。私そうなんです。へー、知らんかった。そうだからこう誰でもこうチャレンジしやすいというか。いいですね。そうなんです。結構ツーリングとか行くんですか。やっぱなんかこう車で見る景色とはまた違く見えるので、トライクとか。そうですね。そうで、やっぱ違う楽しみがありますね、うん、風も感じられるし。そう、気持ちいい。じゃあね、うん、人生最後のツーリング、どこ走りたいか。でもやっぱいつも行く好きなとこかな。私お台場らへんとか好きなんですよ。おー、海辺の。なんか、うん、うん、なんかね、しかもお台場夜に行くのが好きで。おお。なんか普段昼間たくさんの人ににぎわってんのに、やっぱ夜行くと雰囲気が全然違うんですよ。やっぱ人がシーンとしてね、静まってる感じ、全然いなくなって、それがまたこう不思議な感覚になって楽しいんですよね、うん、ちょっとあの街灯の光の中をね、こうパッと走っていくの気持ちいいよね、うん、そう、やっぱそれかな。そんなアッキーナ、ツーリングを楽しむとき、どんな服装しているのかな。なんかこう自分が運転してて、わ、隣の車かっこいいと思ってパッて運転手さん見た時に、うん、そのなんか似合わないねみたいな、ちょっと正直あるじゃないですか。わかんねえ、わかんねえ。なんかその車にその格好感みたいな、ある。ちょっと車がもったいないなっていう時があるんですよ。そうそうそう、車に合わせていこうぜっていう時ある。そうなんです。そういうことか。そうだから、そういうのやっぱあるから、うん、自分もやっぱりその車に合う服装をって思いますよね。なるほどね。一部になっちゃうんだ。うん、うん、まあ、モータースポーツとか、うん、車とか興味持ってる子って僕あんまり出会ったことないんだけど、そうね、そうなったきっかけって何なんですか。やっぱりお父さんの影響が大きいかなって思いますね。その、まあ、お母さんもそうなんですけど、うん、特にお父さんが車とかすごい好きで。おお、バニングって分かります？バニング？ハイエースにこう羽がついたりとか、背中に絵が描いてあったりとか。はいはいはい。そう、あれ乗ってたんですよ。それがちっちゃい頃からそのバニングに乗ってお出かけとか、うん、パーツを見に行くとか、うん、そういうのが当たり前だったから。じゃあもう結構生活の一部で、うん、まあ、英才教育されとったわけ、ね、みたいな感じですね。あ、だからそのお留守番の時とかも車の雑誌、うん、パーツとかが載ってる雑誌を見てるとかっていうのがすごいあったので。え、それ何歳ぐらいの時。もう全然7歳8歳とかも、小学生の時とかも全然見てました。小学生でバニングのパーツの雑誌見よった。いろいろ見てました。中とかシャンデリアとかついてました。そんな豪華なことになってんの。ホテルみたいになってんの。いや本当でもそうですよ。テレビもついてるし、水道もついてるし。水道ついた。ついてます、ついてます。グリーン車やんもん。ほんま。そうです、そうです。すごいね。結構バニングってさ、やんちゃなイメージあるんだけど、お父さんやんちゃなの。どうなんですかね。これはやんちゃやな。どうやら。Let's hit the highway. This is Steve Miller Band and Rockin' Me Baby. Because this highway is rockin' me, and his bike is rockin' me too. These motorbikes are wonderful, aren't they? Take you anywhere, they're your private boyfriend or girlfriend, just for you.
やんちゃなパパのバニングが大好きなキーナ。さらにこんな一面も。結構いろんなところに家族で行って、うん、ご当地で観光楽しんだりってこともやってたんだ。そうですね、なんかあれ食べたいからあそこ行こうとか、うん、いろいろしました。どんな食べ物が好きなの？一番好きなのはイカの塩辛が好き。おイカの塩辛ね、うん、お俺も好きだよ。イカの塩辛と白米白米、うん、お俺も好きだよ。美味しいよね。美味しいよ、ね、でも女子の口からそれが出るとちょっとピリッとするな。ピリッとします。ほんま、はい、なんで、なんでだろう。やっぱ多分青森がおばあちゃん家だから、そのイカとか塩辛とか出るのがもう当たり前だったんですね、ちっちゃい時から。そうか、いいイカがいっぱい入るんだ。そうだから、ちっちゃい時からいっぱい食べてて、もうだから大好き。そうか、うん、もしかして塩辛好きってことはよ、うん、お酒好きやろ。お酒だから毎日飲むとかってほどではないですけど、うん、まあ、そうです、飲みますね時々。まあ飲みますねっていうことは強いね。あ、強いって言われます。やっぱりな、やっぱり。何飲むの？基本芋のロックですね。芋ロック。おお、ここもまたなんか男らしい。いやでも憧れるんですよ、あの女の子が飲むような、なんかブルーの傘刺さってんのとか、うんうん、かわいいなと思いますよ、うん、けどまあジュースじゃんみたいななんか思っちゃう。ジュースじゃん。むっちゃ男前なキーナ。次もパンチの効いた答えを期待してるよ。人生最後に食べたいもの、もう最後の晩餐。何？これ難しい。でもそこはやっぱりみんなと変わんないお母さんの手料理。あ、やっぱりもちろんお母さんの作るシチューとか、なんかこう分量とかも適当だけど美味しくできる野菜炒めとか、やっぱそういうのがいいかな。なんかやっぱ一番馴染むんだよね、それで育ってるから。やっぱそれじゃないですか、今なんか俺ステーキって言おうとした俺がなんかすごい恥ずかしいもん。もう特大ステーキって言おうと思ったんだけど、すごいなんか恥ずかしい。今日はアッキーナの意外の一面が見れて楽しかったよ。来週も素敵なRide and Lifeをあなたに。